バリアフリービーチで海を楽しもうということで、山形県鶴岡市根津ヶ関マリンパークにやってきました。こんな感じで砂浜にマットを敷くと車椅子でも移動ができます。これは車の廃材を使ったマットになります。メガサップという大きいサップボードに乗って車椅子のまんま海を楽しむことができます。まあ、ちょっと揺れるんですけど、でもひっくり返ることも落ちることもほぼないですし、後ろでこうやって支えてくれてるので楽しむことができます。このイベントは山形里山プロジェクトというところが主催で、あと日本財団さんの協力があって成り立ってます。車椅子だとなかなか海を楽しむことができないけど、こんな風にバリアフリービーチやバリアフリーのイベントが広まってくれてとっても嬉しいです。皆さんも遊びに来てね。